ヴィンテージ世代の元男子、絵描きのココです。このようなメッセージをいただきました。職場に嫌な人がいます。ココさんは距離を置いてください、離れてくださいって言うんですけれども、隣の席にいます。こんな時にでも自分の心を守る方法があれば教えてくださいというような、これに似たメッセージめちゃくちゃ多いんです。私の答えが全てではないのは分かっておりますけれども、私で話せることを話していこうと思います。グッドボタン、チャンネル登録して、明日の動画もよかったのぜひご覧くださいやせ。ということで、やっぱり私ね、いろんな動画で離れてください、逃げてください、距離を置いてください、接点をほらいろいろ言ってるんですけれども、いえいえ、隣にいるんです、ここにいるんですよっていう場合もあると思います。これまでもそのバージョンいろいろお話ししてきたんですけれども、これまでお話ししてないことが一個だけあったので、それをちょっとお伝えしていこうと思います。そんな時はズバリ独り言スキルはいかがでしょうか。独り言話します？なかなか話さないっていう方いると思うんですけれども、そんな時にこそ独り言スキルをちょっと磨いてみてください。ココアートチャンネル。私いつも境界線引いてくださいって言ってるんですけれども、境界線引けてない人がいっぱいいます。なかなか難しいかなと思うので、今日はさらに簡単な方法をお伝えします。会社に嫌な人がいて、本当にもう会社にいる間中ずっと悩まされてるっていう場合でも、会社を一歩出る時に境界線を引いてほしいんですけれども、これ無意識のままだったらできないんです。持ち帰ってしまうんです。ストレスを持ち帰ってしまうんです。そんな時は会社を出る時にある一定の線を決めてください。ここを出るときはこう思うっていうような、あなたなりのありますよね。こっから私の会社、ここからプライベートっていう線を何かで決めてください。あんまりこう遠くにしてしまうと意味ないので、よかったら会社を出るときの何かないですか。会社を出るときの、はい、会社を出るときに、ここからは私の領域、私だけの世界、私だけの時間っていう風に声に出して言うんです。誰かがおって声に出しにくいっていう場合は、心の中でもいいので 2,3 回唱えてみてください。ここからは私の時間、ここからはもう私だけの領域、ここからはもう会社は終わりっていう感じで一区切りをつけるんです。ちゃんと声に出してこれを続ければ本当に一区切りつくようになります。そうは言っても、歩いてる時に、家に帰った時に、寝る時に嫌な人が頭に浮かぶと思ったら、浮かんだらすぐにまた唱えてください。いえいえ、ここは私の時間、ここは私の家、関係ない、あの人は関係ない、ここは私の家、私だけの時間、私だけの領域っていう感じで、なるべくこんな感じで圧強めな感じで言ってみてください。毎日会社に行ってもその人の名前を確認しないと、その人の名前が出てこないっていうぐらい切り離してほしいくらいです。そして会社でその人に会った時に、おはようございますって挨拶するとか、まあいろいろあると思うんですけれども、心の中では、はじめまして、お名前は丸々さん、はい、今日もお願いします、今日はどんな嫌味かな、今日は来るかな、来るかなって言って仕事を始める。そして会社でもちょっとだけ心がけてほしいのは、他の動画でも何回も言ってるんですけれども、あなたがトイレに行きたい時に行ってください。顔色見ないで。そしてあなたがコーヒーを飲みたい時に、あなたは自分だけのコーヒーを都合よく入れて自分だけで飲んでください。誰かの分のコーヒーを入れようとか、誰も飲んでないのに飲み物飲んでいいのかな、いらないです。そしてこれはね、できたりできなかったりすると思うんですけれども、できるだけあなたが帰りたい時に帰ってください。人の顔色見ないでください。このスキルのポイントなんですけれども、やっぱり人の顔色を見ない、空気を読みすぎないということがポイントになってきます。職場に嫌な人がいますっていう風にすぐにパッて思いつくあなたっていうのは、なかなか気持ちが切り替えられてないんですよ。嫌な人を家まで持ち帰ってて、それが長年の癖になって、もう積もり積もってるところがあると思うので、このくらいあってちょうどいいです。繊細すぎるぐらい人の顔色を見て、人がお茶を飲んでなかったら飲んでいいのかなとかいう、いらない気遣いをしすぎてるんです。もう令和ですよ、昭和じゃないです、いらないです。もう何回も言って申し訳ないけれども、あなたの人生はあなたのものです。人生はアート作品です。あなたは好きな色塗っていいの、あの人が青色塗ってるから青色塗った方がいいのかな、いらないです。あなたは何色の人生にしたいの、あの人の色にしたいの、したくないですよね。あなたの人生はあなたのものです。もし嫌な人から逃げられない、どうしたらいいのかなっていう場合は、境界線と顔色を見ない、空気を読まない、これで行ってみてください。もしこれでダメだったら、またコメント残してください。あの手この手であなたを守ってみせるわ。いつも支離滅裂な動画で本当に申し訳ございませんでした。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録して、明日の動画もぜひご覧ください。明日の8時またお会いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。